や、サガラシアまで、いや、コムショ。さあ、サガラシアまで来ましたけどね。いやー、なかなかすごい人ですね。で、このまま回送になるんだ。もう一回設備もありますからね、小雪止まりに出ますもんね。さあ、こっからですね。問題は観光鉄道中野の方もありますけど、今回は嵐山の何でしたっけ、何たら橋の方に行かないかな。さあ、こっちから登ったりか。いやー、不思議な女優ありになったとはいえすごい人ですね。でそこがトロッコ坂駅、ここからトロッコ列車に乗って坂橋をね行くこともできますけど、今日の目的は、あったあった。で、こっち側は、千山駅があって、ここだな。この渡月橋、こっちに向かっていったらいいみたいなんで、このまま、参道をずっと行ったらいいのか。なるほど。いやー、まあ、さっきよりはマシとはいえ、ちょっとマシレベルやな。はぁ。嵐山カレー。あ、ローソンか。すげえな。リクシャーカフェ、あ、人力車のな。ははは。ああ。高級川魚、地鶏、かなか、プロってないや。ああいう。独特な踏切りを。これで雷電か。で、これか。火が取れてるね。見よう。すごいな。三点薬局、三点製薬店。郵便局もあるね。ちょっと坂郵便局ね。こう思った。紅茶なんだ。なんかどっかでも見た気がするな。あれか、清水の方にある店も違うかな。ここは、あ、山崎ショッカ。ビーフコロッケ。すごいな。惣菜屋。なんかコロッケ屋さん多いな。本菓子ソフト。しまっとるけど。あ、あ、
とんかし自体にいろんな味がついてんだ。へえ。面白そう。うわ、終日大上下なしか。通ってから行きゃいいね。マルシェ。たい焼き。あらあら。修学旅行とかも多いのか。ハイブリッドキャリアか。うん、あ、着物レンジね。ああ。最大料金が3000円で打ち切れますよね。おお。天龍寺か。あ、はいはい。ああ、ああ、これで大仏の天龍寺。すごいな。